スペースに見事なロブパス。これはスルーパスか。おっと、これでバルセロナが2点のリード。コントロールしたシュートが決まりました。あそこに打たれてしまったらキーパーはどうしようもないでしょうね。違うアングルから見てみましょう。